はい、皆様お世話になっておりますルノー所沢の杉山でございます。本日ご紹介いたしますお車、こちらのカングーになります。こちら初年度登録が平成27年7月、走行距離が約5万3000キロのお車となっております。はい、それではまず外装から見ていきたいと思います。5万3000キロ走っておりますので、多少細かい傷はございますが、綺麗な状態を保っている1台と言えます。またですね、今この形のカングーは新車ではご購入がいただけないこともありまして、中古市場でもですねかなり人気が高い1台になっております。またこの茶色というお色もですね、非常に人気が高い1台となっております。内装もですね、非常にシートなど綺麗な状態なんではないかと思います。今はですね、ファングーという会社さんとのコラボ商品がこのキャリアでしたり、このオーニングがついている状態です。もちろんこのままでの販売も可能ですし、取り外しての販売も可能となっています。今この展示場の中でキャリアですとか、こういうラダーがついているので、すごくキャンプなどに使っていただくイメージがつきやすいと思います。どうでしょうか、ぐるっと見ましたが、走行距離が5万3000キロの割にとても綺麗な1台だと言えます。次内装を見ていきたいと思います。はい、内装部分です。こういった部分ですね、ちょっと置き図はあります。中のインパネの部分など見ていきます。インパネの部分はとても綺麗ですね。ステアリングの周りも綺麗な状態だと言えます。じゃあちょっとこの置き図はですね、目立ちます。で、なんといってもこのお車、ナビと ETC、どちらもついております。非常にお得じゃないでしょうか。これオプションですと約30万円ほどしますので、最初からついているのはいいかなと思います。次にラゲッジルーム見ていきたいと思います。ラゲッジ部分もですね、綺麗な状態を保っていると思います。このウッドパネルはコラボ商品ですので、これは最初からついてはおりません。で、このベッドもですね、ベッドもこちらも別注で注文をしていただくものになっています。で、こちらはシートをですね、倒していただいてベッドとして使っていただくことが可能です。はい、いかがだったでしょうか。本日紹介しました1台はこちらカングーですね。初年度登録が平成27年で、走行距離が5万3000キロのお車となっております。こういう風にオーニングをつけていただいたり、ラダーをつけていただいたり、キャンプにもってこいの1台となっております。はい、それでは本日のお車のご紹介は以上となります。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。リシュナグループでは新しくレンタル事業を開始しました。ザナンバーではない上質なお車を貸し出しするサービス、リシュナカレント。弊社が持つそれぞれの正規ディーラーが自慢のお車をご用意。フォードのエクスプローラーやアウディ A6 など、お手頃な価格で輸入車のある非日常を楽しみませんか。始め方はとっても簡単。概要欄よりアプリをダウンロードいただき、たったの3ステップで登録が完了いたします。デビューしたてのお車も続々と掲載中でございますので、ぜひぜひ皆様のご利用お待ちしております。